どうも、サムライティングをご覧の皆様、こんにちは、マックス鈴木です。ゆうばです。吉高です。エビマヨです。レギュラー。今回、ゆうばさんから企画があるってことで伺ったんですけど、今回は、今あるギネス記録の早食いにチャレンジしてみようという企画です。なるほど。ギネス記録？ギネス公認の記録で、早食いがギネスに載ってるんですよ。はい。で、まぁ、ちょっといろんな食材があって、まぁ、ルールもいろいろあるんですけど、せっかくね、早食いやるんだったら、世界の記録に挑戦するのが侍じゃないかなって。おぉ、世界。世界の記録。おぉ、これガチなやつですか？なるべくガチでやりたいんですけど、ギネスの記録ってあまりにも多いんで、あくまで今回は侍としての記録にはなってしまうんですけど、計量だったりレギュレーションというのはしっかり決めた上でガチでやらせていただければと思います。できることの全ては出します。あ、ありがとうございます。はい、全力で全力で、はい。なんで今回は、ギネスの記録、まあ、いわゆる世界記録に、日本のフードファイターはどれだけ立ち向かうことができるのかというのをガチでやらせていただきたいと思います。はい、はい。ちなみに今出てるギネス記録ってどんなものがあるんですか？エクレアが3個で18秒02、レモンが今見た中で一番新しいのは3つで25秒8、皮付きで食べて皮残し、バナナが1分で3本、4本目食べたらギネス記録更新で、あとこの M&M's をこの記録わけわかんないんだけど、箸で1分以内、1分間で65個箸で。ほう。ちなみにこの中でマックスさん、エビマヨさん、どれやってみたいとかってあります？私はバナナ行きたいです。じゃあこれでも理由があって、はいはい、1分で3本って普通にいけちゃう気しかしてないんですよ。俺もそう思います。ですよね、ですよね。正直1分で10個とかだったらまだなんとなくわかるんだけど、それがギネス記録っていうのがちょっと今自分の中で納得できてなくて、もしかしたらめちゃくちゃ難易度が高いのかもしれないっていう、ちょっと挑戦したい気持ちがある。なるほどですね。水なしでしょ。水なし。あ、そうか、水なしか。これ全ての食材水あり水なしって決まってるんですか？基本はなしです。基本なし。基本なし。なるほど。マックスさんは、はい、挑戦してみたいものっていうのは純粋にこれレモン。レモン、これはやりたい、絶対やりたい。結構自信はどうですか？正直言うとこれ美味しいなと思ってます。でもこれ超えれたらまた新たな自分に出会えるんじゃないかなっていうのもあるし、純粋に自分が見てみたいものどれだってなった時にこれでした。もう一個はこれかな。18秒までいけるだろうっていうイメージがやっぱりどうしてもあるので、衛生面に配慮した上で黒が出した状態で実食いただきたいと思います。まとめさせていただくと、エビマヨさんは、バナナとエクレアで、マックスさんは、レモンとエクレア。M&M's 残ったんで、まあ誰がやったってできる、うん、65ぐらい食べキャパ食べれるということで、まあ、しっかりあの内容はガチでいきますので、はい、だからちょっとお侍らしくちょっとやらせていただければと思います。はい。じゃあこれはレッツ、これはレッツクックで、もちろんレッツクック違うだろ、もういいだろ。ほんといい加減にしろよ。やんだよ。じゃあ秒で回してみて。 OK、はい、レッツクック。はい、OK です。ありがとうございます。最強のキラーパスだよということで食材の準備が整いました。今回のルールは我々侍スタッフの方から321とカウントダウンさせていただいて、321スタートの酢で食べ始めです。でマックスさんは食べ終わって口の中がなくなってからあっと口を見せてください。はい。でそれでタイムを止めます。はい。今回はそちらのルールでやらせていただければと思います。で水はなしです。どの状態、この状態からでいい？その状態からで大丈夫です。じゃあご準備がよろしければいっちゃいたいと思います。よっ。はい。マックス鈴木さんのギネス記録への挑戦です。参ります。はい。3、2、1スタートです。あー、はい、ストップです。粘っこい。クリーム。食べ終わりはこんな感じですね。粘っこいわ。はい。じゃあ終了タイムは22秒03。4秒足りない。ギネスの方が4秒ちょい早かったですね。参考タイムということじゃ。はい、参考タイム。サムライ最速22秒03。最速22秒。はい。だいぶ粘っこいです。ただこれね、ちょっと今ね残った感じで食べるとね、めちゃくちゃうまいねこれ。味がホワイトチョコやばい。美味しかった。これやってて面白かったし。面白かったです。ありがとうございます。はい、よろしいですか？ではいきます。いいですか？はい、いきます。3、2、1スタート。
はい、ストップです。やばい、やばい。大丈夫ですか。めちゃくちゃひっつきます。タイムは3587。作戦が1個あって、1個ずつ確実に飲み込もうとしたんですよ。ただ最初の1個目でもうグッてしまっちゃって、もう作戦崩れました。本当に行かないのよ、下に。とにかく行かないの。ありがとうございます。だからとにかく演技力が強い人が多分強いと思う。うん、なんか再び一発目で失敗しちゃったから喉が閉まってここも行けなくなっちゃって。なるほど。ちなみに水あった方が早く行けると思う。それは全然違う。全然違います。なるほどですね。なるほどす。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。今でもあなたは私の。はい、それで、ね、こうどうやって食べようかなみたいなイメージとかってあります？ベンツ。作戦はですね、はい、ガッて一回噛んだやつはそのままゴクで飲み込むぐらいの感覚でいようかなと。なるほど。はい、はい、OK、はい、では参ります。3、2、1、スタート。これは20何秒、はい、いやこれはギネス納得だわ。なるほど。さっきのエクレアはまださいけるかなって感じあるけど、これは本当ギネスって感じがする。やって思った。ルールの確認ですけど、このチャレンジに関してはタイムアップではなくてカウントダウンで1分からスタートして、でどれくらい食べれるのかと、はい、一応ギネスの記録だと3本だったんですけど、どれくらいいけるかわからないということで一応準備はさせていただきました。大丈夫です。はい、ではいきます。はい、3、2、1、スタート。残り15秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。なんだその音。何本？何本いきます？5本は食べよ。うわ。10本あった。1、2、3、4、5本完食。おお、やった。更新じゃないですか。ここ途中で詰まっちゃいましたね、やっぱり。あ、ちょっと危ないところありました。危なかったですね、最後。思った以上にバナナが硬かったから、はいはい、飲み込めたのもあるかもしれないですね。はい、じゃあチャレンジお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。更新おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。
ギネスに挑戦するというくだりはどっかに行きましてですね、5人の中で誰が最新ソースを食らうのかという決める選手権になりましたけれども、侍っぽくなってきましたね。で、一応ルールの確認ですけど、5人いるんで30秒で、まあ、一番食べれなかった人が、罰ゲームを受けるという内容になってます。同率だった場合どうしようか。あれ言えるよ、これ半分こ半分こでいいじゃん。半分こ、うん、オッケー。痛み分けでカウンターはしっかり僕が責任を持ってやらせていただきます。はい、カウンターマックス依存でやって、はい、気をつけてくださいよ。一応2人カウントしましょうか。あ、確かに、うん、これ一番いい。確かに確かに。それでは行きたいと思います。いきます。3、2、1、スタート。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、気になる結果は18個。ほう、後半のまくりが良かったですね。まくりましたね。ただ正直本人はあんまり、はい、ちょっと不安そうな顔しますね。非常に悔しそうな表情でございますが、では次行きたいと思います。はい、大丈夫ですか？ふざけなしでしょ？もちろん、いつでも大丈夫です。はい、では、スタートまで5秒前、はい、4、3、2、1、スタート。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、10秒。最後の手前が1個入ったか分かんないけど、一応20か21だと思う。とりあえずだから、エマちゃん抜いてる。これがプロっすよ。これがプロっすよ。おい、よろしいですか、皆さん、うん、いきます。3、2、1、スタート。残り15秒です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。おお、多分だけど18。誰か25。いや別に、出前ちゃんと半分こできるんだったらそれはいいよ。はい。すっげえ緊張すんなこれ。絶対序盤のは有利だよ。何この緊張感。なんか勝手にもう追い詰められた状況からスタートになってる、精神的に。それでは行きたいと思います。3、2、1、スタート。残り15秒です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。30ぴったりです。おお、はい、だからこのペースだとギネス欲しいんだよ。いけるんだ。お、この、あ、そっか、うん、すごすごっ。集中な。うわー、見せられたくなかった、こんなの。ボーダーが18です。それでは、押しつぶされそうだな。ではラストバトルでございます。参ります。いや、わかる、めっちゃわかる。よ、OK、大丈夫。参ります。3、2、1、スタート。残り15秒です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。ニッパチ、ニッパチ、
記録出したっすね。うるさいっすね。何回死ぬねん、スーパーマリオ。ってことは V チェックですね。そうですね。じゃあ一回 V チェックしましょう。はい。何全てから解放されてよっさみたいな。今日一喜んでんじゃねえかよ。結果28個。うわ、ないわ。読めよ。じゃあこれで V チェック入ります。平成のルール、ビデオチェックの結果、罰ゲームを受けていただくのはですね、ユーマさん、ユーマさん、お二人でございます。うわー、合ってた。しっかり数えたら、そうでした。なので、カプサイシンバナナちゃんを2等分にして食べていただきたいと思います。じゃあ、はい、いただきます。はい、いただきます。旗から見るとデート風景ですね。感情こうしたな。結果辛いで以上、罰ゲームを行って示しちゃった。これからも侍って言いますけどね。そしてエビマヨさん、よろしくお願いいたします。お願いします。